アンギ銀ンの袖なし上着アンギ銀ンとは、自然植物から採取した繊維を材料とし、縄文時代から日本に存在したと見られる編み物の技法により作られた布である。古代に橋を発し、大正時代から昭和時代初期まで、主に農耕民らの仕事着や日用品に活用された。一般的な編み物と明確に区別すべく、アンギ銀ンとカタカナで表記されるのが一般的で、 本校においても、以下、暗銀と記す。競技では便宜的に、縄文時代の衣服の意で、暗銀と称する場合がある。日本遺産、なんだ、これは、信濃川流域の火炎型高原家という木国の文化に、特筆された越後暗銀が特に知られる。考古学の観点から、縄文期の布に対する故障として、暗銀と命名したのは、伊藤の夫である。網絹が変化して、 安銀ンンと呼ばれるようになったとみられる。一方、安銀ンンの復元的研究が行われている新潟県では、制作された時代を問わず、自然植物の繊維を材料とし網に術によって、布とされたものを総称して、安銀と呼ぶ。これらは、袖なしの上着、前掛け、前、当てといった仕事に、袋などの製品に加工されて、昭和初期まで生活の中で用いられた。 このうち、新潟県中尾沼群津南町村田では、袖なしの上着を、杏銀と呼んだが、同じものを、新潟県東首引郡松代町では、摩銀と呼んでおり、民族学者、小林有による杏銀研究の過程で、1953年以降に、収集された製品の素材と技法の共通点から、以後は総じて、杏銀と呼ぶようになった。新潟の言葉では、杏銀の、んは、 身の鉛とみられる。静粛先一覧、明治時代に機械生産による糸や布が普及する以前は草や木の皮を剥いで、その繊維を糸として網布や織布が作られてきた。その材料となった草木は大麻、著麻、チョマイラクサ、赤素、富士、ッ戸が、お氷、葛、芭蕉などが知られている。これらの自然植物の繊維を編んだ布、暗銀は福井県三方郡にある 縄文時代前期の鳥浜貝塚から発見されたものが現存する最古とみられる。ほぼ同時代の出動例に青森県の三内丸山遺跡や山形県の押出し遺跡がある。寒い地方では冬を過ごすために獣の皮を剥いで舐めしたものをまとったと考えられ、世界各地にその例があるが、高温多湿の日本の風土では重皮とは別の通気性のある衣服も必要だったと。 考えられ、それが暗銀であったと考えられている。素材は大麻など、麻の繊維で編んだものが立て発見されている。縄文時代前期の暗銀は、網目が荒く、衣服に適したものではなかったが、縄文時代の末期の遺跡から発見された暗銀の中には、人骨と共に発見され、衣服として使われたものと考えられるものもある。20世紀半ば、暗銀は、 エチの民族学者、小林ありの仮説によって、織布が誕生する以前の技術と定義されたことが、当時から服職発達史研究において不適切と指摘されながら、論証されないまま学際的に流用され、1970年代後半の日本における博物館建設ブームの中で、暗銀を縄文の布とする論理的飛躍が見られるようになり、現在に至る。しかし、 縄文時代すでに折り目の布の圧根のある時も出土していることから、現在の研究では縄文時代すでに網布だけでなく折り布も誕生していたと考えられている。暗銀に用いられたと見られる編み具を使って平折りの布を作ることも可能であり、網目と折り目が連続する布の圧根のある時も出土している。 最古の暗銀が出土した福井県の鳥浜海塚工古資料における編み物の圧紺、いわゆる土器などに残されたアジロアッコンの発見は、1879年にエドワード・エス・モースによる大森海塚での発掘が初出である。詳細な分析は見送られたが、何らか敷物の痕跡であることは指摘された。アジロアッコンの研究は1893年に、 坪井正五郎が発表した考察が日本初と見られ、坪井はその編み方によって縄文期の編み布を7種に大別した。坪井の考案した分類法は、アジロアッコン分類の基礎として現代まで広く採用され、編み物全般を扱った論考の中でも必ず用いられる基軸となった。河原家に残るア根例は九州地方に集中して出土し、むしろ目ア根または むしろめ大厚分と呼ばれている。河原けではなく、土面に付着したものでは、北海道恵庭市のカリンバ山遺跡の墓穴118号土口の、そこから確認されており、埋葬者の服であった可能性が指摘される。縄文時代晩期の遺跡から最も多く、出土しているが、弥生時代に入ると出土量が減少し、織物に押されて、一旦衰退したと考えられるが、 中世になると、馬衣として、絵巻、一辺清江などに編み布が登場する。一辺、清江の一場面新潟県で発見された暗銀の故障の一つに、マギ銀があるが、これは、馬衣の意で、馬の倉庫から尻にかける布として用いたことから、マギ銀と称した。馬衣は、中世の様々な文献に参見され、 1296年の一行胸の様子を記録した天狗像紙には、袈裟をば、出家の方になりとて、これを着せずして、ことごとくに姿は創業なり、これを捨てつべき、あるいは馬衣を着て、衣の藻をつけず、と、馬衣が一気衆の装束となっていたことがわかる。一辺清江を研究した武田幸子は、遊行上人智連が記したとされる。 新州洋放記の記述から、一辺が修行中に、新州作文、友野の館に宿泊した時、夜中に、寒さのあまり傍らにかけてあった馬衣を取って、衣の上からかぶった。翌朝元の位置にかけておいたところ、馬衣の網目ごとに光を発した。館の主人は、大いに驚いて、これをうやまい、馬衣を縫い綴って一辺に与えた。依頼馬衣が、 自衆の方位となったと解説している。1295年のオブスマサブロー絵言葉には馬のザブと称された暗銀を身につけた女児が描かれている。近世では上杉謙信も陣中で鎧下に暗銀を着ていたと伝えられる。江戸から明治期にかけて作られたと見られる暗銀の袋製品の中には愛で染色されていたものもある。また、 明治期には紙糸を縦糸と横糸双方に用いた暗銀袋もあった。暗銀技法と製品が実用品として明治時代まで作られ使われたことが確実視されているのは信濃川流域の新潟県つまり地方21世紀現在の中尾沼群津南町や東海、城市である。1953年に民家から発見された現物の研究や 生活用品としての暗銀製作の経験者である松沢伝二郎からの聞き取りなどから岩田重信によって暗銀の製法の研究や復元が取り組まれた。品濃川流域で発見された暗銀製品は暗銀、魔銀、バトなど故障は様々であったが、いずれも縄文時代の資料と同じ編み方であることが確認された。国の重要有形民族文化財、秋山語及び 周辺地域の山村生産用具に指定された、現存する暗銀は、津南町歴史民族博物館に展示されている。復元された、縄文衣服は10日、長州博物館で見られ、袖なしの上着で、越後暗銀と称される。暗銀の変具樹皮を叩いて、柔らかくするための土と、変具の重り遺跡から発見されたアジロアッコンを研究した、坪井正五郎は、その編み方を、 簡単、平等筋貝島、わり島、混ざり島、古紋編み出し、模様編み出し、味方編みの7種に大別した。このうち、平等筋貝島、わり島については、横糸の、越え、潜り、送りによりさらに細分化される。こうした土器のアジロアッコンの分析から、縄文時代に最も広域に普及していたと見られる編み方は、日本、超、 日本潜り一本送りの網技法であった。この日本、長、日本潜り一本送りの網技法は、つぼいの分類では、筋替島みに含まれ、綾みと称される網技法である。縄文時代から奈良時代に至るまでの圧根資料及び実物資料で、一本長、一本潜り一本送りの平みよりも多用された。綾みは、材料の屈折が小さく、 柔軟性に欠ける素材でも平行する角上を密接させられる利点があるためと思われる。現代、安銀の編み方とされている技法は、縦糸2本を交差させてその間に横糸を挟み込んで編む絡み編みであり、すだれの子や俵に用いられる編み技法と同じものである。横糸に対し、編んでいく縦糸が2本単位で、これが横糸をもじるようにして編むため、もじり編みとも呼ばれる。 この技法の湿度例では、北海道東部斜里町の主演遺跡湿度のものは、右寄りに紡いだ糸を2本右寄りに合わせ、縦糸間隔4から6ミリ、横糸は1センチメートル間に12本となっており、宮城県三王遺跡湿度のものも、右寄りに紡いだ糸を2本右寄りに合わせたものだが、縦糸間隔は8ミリで、横糸は1センチ内に8本のもののほか、縦糸間隔10ミリ、 横糸は1センチ内に6から7本のものがある。また、三内丸山遺跡から出土した約5500年前の暗銀は一列の縦糸に5本の横糸を絡ませたものだった。馬衣や、もともとは馬にかける衣から作られたという伝承が残る広島県尾の道の西郷寺に伝わる袖付きの網衣に用いられた暗銀は、越後暗銀などと比べて、 横糸の間隔が広く取ることで柔軟性を持たせた構造となっており、素材のみならず、編み方も用途に応じて工夫されていたことが伺える。なお、元は、馬の衣から作られたとされる、編み衣は、神奈川県の成城工事にも伝えられている。イラクサの標本復元研究が行われた、新潟県において、暗銀の糸の材料として、 主に知られているのは、イラクサ科の植物などの自然の植物である。現存する民族資料の暗銀からは、袖なしの上着は赤祖、馬衣は大麻、袋はチョマや紙糸などが確認されている。日本人が衣服を身に着けていたことを推測させる、最も古い資料は、愛媛県にある縄文時代早々期の上黒岩岩影遺跡から出土した戦国のある歴史である。 長さが約4.5センチメートルの、この歴史的には、半分に、チブサのような線が描かれ、残り半分に草を編んだスカートのようなものを、想起させる線が描かれている。編み物による衣服暗銀が着用されるようになったのは、縄文時代早期と推定され、歴史説で述べたように編み物の痕跡が残る瓦家が、出土し、縄文時代前期には朝による、暗銀の切れ端が出土している。 当時の衣服の全体像を、縄文時代中期までの土偶から想像することは困難だが、縄文時代後期から晩期にかけての土偶は多く、出土していることから、その衣装から服飾を想像することはできるとする、見解もある。尾関清子は、著書、縄文の衣において、縄文の衣服を再現する過程で、模様に関しては土偶を参考にしていると述べている。また、高倉洋明は、 縄文中期の長野県吉原遺跡や晩期の青森県古典遺跡出土の土偶から縄文期の暗銀製の服を上着と貝に分かれたタイプと推測している。ただし縄文時代後期には暗銀よりも高度な旗織りの技術が伝来し織物が普及して各地の遺跡から出土していることから土偶の衣装が暗銀であるとは断定されない。日本列島における 古代の復職について、やや後の時代になるが3世紀末頃の儀式和人伝では、男子は横幅、ただ結束して、あいつらね、ほぼ言うことなし、女子は人へのごとく、中央をうがち頭を貫きて、これを着るであったと伝えている。縄文暗銀は、うるしにも用いられており、縄文時代晩期前半の中山遺跡や、 縄文時代後期から晩期の米泉遺跡に出土例が見られる。米泉遺跡の出土例は暗銀の目がついた漆断片で繊維は残されていなかったが、京都工芸繊維大学の布目純道名誉教授、当時が顕微鏡で調べた結果赤そうと見られる。また、中山遺跡の暗銀はム姿勢であった。 縄文後期のカリンバ3遺跡の墓穴119号土庫から出土した赤漆塗りの櫛の付け根の部分から面状の糸の痕跡が残されており、網目の跡と想定される小さな直線状の点が確認され、東海学園女子短期大学の大関記横によれば、漆塗りの下地作業の一つとされる布着せに用いたものとみられる。信濃川唯一近代まで暗銀が生産。 使用されていたことが確認されている。品野川流域では、新潟県の東首引郡、中魚沼郡、北魚沼郡、南魚沼郡でのみ実際に、生活の中で使用されてきた近代の安銀が発見されており、大正年間から昭和初期には廃れたものと考えられている。この地域の安銀は、縦糸に丈夫さを求め、横糸は布の柔軟性を生み出す工夫がされ、 横糸には、イラクサや、青ソの繊維が用いられていた。1906年、新潟新聞の記者であった、小林有は、秋山気候に、冠中の防寒着として紹介された、アミギヌに関心を持ったことから、秋山部落の探検気行文を、新潟新聞に連載するなど、郷土研究への道を歩み始め、1935年1月に、新潟県の郷土研究史、 高氏寺を創刊する。小林は1947年から1953年にかけて文献調査を通して暗銀を模索し、1890年刊行の恩稲西へのしおり11編で紹介された民謡に歌われた布を秋山紀行の変異と同定し、暗銀を織布より古い時代に誕生した網衣であると位置づける考えに至り、 この見解は1954年1月の民間伝承第18巻1号の方言解説の中で暗金はアミコロモナリと定義し、初めて公に示された。論考発表に先立つ1953年、小林は10日、長子の原田や旅館を拠点に、中尾沼郡内の山村地域で調査を行い、5月に暗銀の残血を発見、同年9月に、 完全な状態の暗銀を発見するに至る。発見場所は津南町上岐東であった。同年、小林は新潟県民族学会を創設し、高市寺はこの新潟県民族学会の開始に引き継がれて2016年時点で400号を数えた。新潟県最初の暗銀発見地となった津南町では、これを町のシンボルと位置づけ、2012年頃に 町の農業、縄文、民族の体験学習施設、農と縄文の体験実習館ら縄文を、開館、文化財の管理や研究を進めるとともに、縄文時代の文化や歴史に親しむ様々な企画展やワークショップを実施している。ありがとうございます。